金沢咲は中国河北省出身の卓球選手。中国名は万霊。1998年に来日し、日本生命に入社。その後、2004年4月に日本に帰化。全日本卓球選手権大会2005年度女子シングルスの部で優勝し、日本代表としても活躍した。7歳の頃、卓球を始める。はじめは、 シェイクハンドラケットを使用していたが、卓球を始めて2年ほどでペンホルダーラケットに変える。1988年、12歳の頃に、河北省代表チームに入り、その後1991年、16歳で中国国家チームに入る。1995年の世界卓球選手権、天津大会に出場した。1998年、 河北省代表チーム時代の先輩で、先に日本でプレーしていた半献金の勧誘で来日し、日本卓球リーグの競合、日本生命の外国籍選手として活躍。2004年、日本に帰国し、マンーから金沢先となる。2005年の第48回世界卓球選手権個人戦、上海大会に日本代表として初出場。2006年の 第48回世界卓球選手権団体戦、ブレーメン大会では日本代表チームの柱として出場し、銅メダルを獲得する。以後、日本代表の中で数少ないサウスポー及びペンホルダーの選手として活躍した。日本リーグで100勝を達成した後、2009年2月のジャパントップ12を最後に現役を引退。日本名の金沢は、 旅行して好きになった金沢市に由来している。夫であるサッカー選手の右平等との間で2010年に子供を出産し、現在は一児の母。産休を経て2012年現在は兵庫県伊丹市の伊丹卓球協会で指導者として活動している。 卓球王国2009年5月号ボリューム 144http コロンスラッシュスラッシュ allabout.co.jp スラッシュスポーツスラッシュピンポンスラッシュ closeup スラッシュ cu200601301 スラッシュありがとうございます。